正の釣りバカ仕事人。この番組は FM88.7 メガヘルツ、携帯アプリではレディモ、インターネットではサイマルラジオ JCBA からお聞きいただけます。はい、始まりました。6月です。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、もうね、6月からは第1週、第3週、第5週今月あるのかしら、わかんないけどそんな感じで隔週になりますので、またはい、お願いいたします。皆さんよろしくお願いします。はい、で少し前に人人がなんか放流に行ってきてくださったんでしたよね。放流というか、あの試し釣りですね。あ、試し釣り、はい、フェイク調査ですね。じゃあその時のなんかインタビューをしてきてくださったので、うん、まずそれを聞いていただきましょうか。そうですね、はい、お願いします。今日はですね、はい、栃木県にあります、鹿沼に流れている黒川に来ました。はい、今日はですね、この河川を管理している、理事の長に来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずですね、はい、放流量をお聞きしたいんですけど、はい、放流量はどのぐらいの量を放流するんですか？一応ね、あの、はい、放流量は、14万7千匹、一応それだけ放流してあります。はい、で一応あの合計が7エロつ魚、はい、これが6万6千匹、はい、で新栃木が7100、はい、7万1000匹、はいはい、で中川さん F1、 今年新しくできた魚が、1万匹、はい、これは中川さんだけは町の中へ放流してあります。はい、で一応油びれを切って、はい、一応調査するテストつ魚なんで、はい、一応そういう形で放流してあります。はい、まあ今からちょうど調査に入ったわけですけど、はい、午後になったらその、はい、大きさとか目方とか分かりますね。はい、分かります。はい、それと解禁日は一応6月2日ですね。はい、はい、そうです。一般は、はい、で上流の解禁はこれ古来川と呼ぶんですか？おころ川。おころ川、はい、はい、おころ川は6月22日という。はい、そうです。はい、はい、ここは結構やっぱり放流してますね。一応2万4000匹で放流してあります。はい、でこれは全部一種類7色っていう魚が今人気のある魚だけを放流してあります。去年は来ましたけどすごく多いですよね。はい、はい、でその魚が、まあ、はい、一応この町の中へ、全て入ってます。ああ、そうですか。はい、で一応本部地区に関しては、町の中、はい、これがおなり橋から新鹿沼橋の間に、はい、約4万5千匹、一応魚は入ってます。去年よりじゃあ多いですね。はい、1万匹多く入ってます。あ、はい、でその1万匹多いというのは中川さん F1 通魚を、はい、テストとして得れましたんで、はい、その魚が多いだけです。はい、なるほどね。はい、今年もじゃあ期待できますね。と思います。で今一応アンバサダーの人たちが一応栃木県のアンバサダー、それ女性、はい、あとドラゴン坂本さんつ、島野の、はい、テスターもやってる方も一応今日は参加してもらってます。あ、そうですか。はい、じゃあ一応1時間半、はい、調査をやって、はい、上がってきて、はい、またその、センチとか重さとか分かるわけです、ね。はい、はい、そうです。はい、大体見込みとしてはどのぐらい？今の段階で私の考えは30から35グラム、はい、大体15センチ、はい、あたりいってれば、まあ、上手じゃないかなっていう頭でいます。去年の解禁は多かった、同じです。大きかったですよね。いや、同じです。そうですか。去年も同じ大きさで放流して、はい、今年も同じ大きさでやつを放流して、はい、で大体日にち的に、今回の方が若干、日にちは短いですけども、テスト、はい、やる段階が、試し釣りやるのは若干いつもより早くやってます。そうですか。それで30から35グラムいってれば、はい、まあ上出来じゃないかなという感覚でいます。去
去年は解禁を相当釣れましたけど、はい、今年も期待できますね。思います、ね、これが本当に採用される試し釣りなんで、はい、これで釣果が出れば あと今日から10日間の間に、大体解禁になりますので、大体がそれからすると若干1センチ5ミリか誘われたりは伸びるんじゃないかな、そうですよ、ね、と思います、はいはい。かなり今年は黒川さん期待できますけど、はい、関東でもですね、はい、黒川さんは人気あるんですね。ああそうですか、はい、まだまだ宣伝不足なもんで、まだまだだと思っています、はい。まあ、ぜひね、はい、この番組で僕の番組で、はい、いろいろ情報とか、はい、場所とかを、はい、放送させていただきますので、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はいはい。じゃあまた午後からですね、はい、そうですね、釣果なり、はい、重すグラムとか、はい、報告していただきたいと思います。はい、わかりました、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで黒川の放流だったんですかね。状況もちょっとお話ししたいと思うんですけど、うん、お願いします。実は23日に試し釣りとか漁業調査をしたんですけど、はい、魚はいっぱいいますね。いいね。ただね、まだ縄張りを持たないアユが多いんですよ。あ、放流したすぐってまだ縄張りをすぐ作らない。縄張りも魚いっぱいいるんですけど、群れでこう動いてるんですね。まあ追ってかかってるのがちょっとその辺がまだ定かじゃないんですけど、まあ6月2日には、あ、4日ですか、あ、2日か、2日に解禁になりますけど、はい、その時はまあだいぶ大きくなると思います。大会やるのは9日なんで、うんうん、その前後にはだいぶやっぱりアユも育つと思うんですよ。で、実際に釣れたアユはですね、はい、14、15センチから大きいので 19.5 っていうのがありました。おー、まだ追い干しがね、黄色でも薄いんですよ。あー、最初は薄くてだんだん黄色くなっていくものなんですね。そうですね、まあ縄張り持つとかなり、黄色くなるんですよね。縄張りを持つとなるものなの？うん、まあ中には縄張り持ってるアユももちろんいるんですけど、うん、まだ放流して1ヶ月足らず、はい、なんで1ヶ月ちょっと経ってるのかな。だから群れでちょっと動いてるのが多いんですよ。はいはい。だからもちろん追ってかかる魚もいるんですけど、その群れの中におとりを入れるとかかるアユもいる状態なんですね。で、23日のその試験結果っていうのは、まあ、生育は結構良かったですね。3種類放流したんですけど、七色子さんと、はい、試験場で作ったアユと、うん、あと中川さん、3種類を放流したみたいなんですけど。あ、試験場ってことはどこかにあるんですね。はい、栃木県の水産試験場ですね。で、まあ、F1 とか言ってますけど、F1 なんか車みたいですね、はい、そうですねそう、うん、そのアユはね、はい、油びれって知ってます？背びれの後ろにある小さい、あ、ちっちゃい、はい、わかります。はい、それをね全部切ってね放流してるんですよ。だから、はい、うん、ここのアユはそのどこのアユだってわかるんですね。ああ、 F1 というのは切って放流したんです。F1 は切って放流するんだ、うん、はい、はい、してるんですね。そう、大変な量だったみたいですけどね。うんうんうん、じゃあ一匹一匹パチンパチンって切るってことですか？そうです、そうです、はいはい。あ、それで生育状態を、うん、なるほど、うん、うん、は大変な量だったらね。そうそう、うん、去年よりだいぶ放流量多いですからね。じゃあ今年は期待できるんじゃないですか、黒川。いや、かなり期待できますね。大会が出るじゃん、大会ができる川ですよね。そうですね。おお、じゃあ準備バッチリですね。今ですから、大体小さいので35グラムぐらいから70グラムぐらいですか、うん、1匹。まあ全部おとりとしては使えますよね。バッチリだ。
そうなんですよ。大会もね、うまくいくと思いますね。今現在ね、ちょっと水量がね、少ないんですよ。あ、そうなんですか。ここで雨が少し降って、増水、はい、まあ2、30センチ増えれば、もう絶好調になると思いますね。天気でほら、雨が降りそうな感じじゃないですか。そうですね、5月末とか、うん、雨がね。そうですね。はいはい。だからまあ、6月後半に大会にやるには、もう最高の条件になるんじゃないですか。なんか、ワクワクですね。うん、楽しみ。そうですね。うん。はい。じゃあちょっとここで1曲入れたいと思います。はい、ハピネス。そのさっきお話してた水産試験場の方にもお話を聞いてきてくださった、はい、黒川の組合の理事さんと、はい、水産試験場の方にはい、インタビューしてますので聞いてもらいたいと思います。はい、じゃあちょっと聞いてみたいと思います。はい、では後半に入ります。はい、実は黒川の、水産試験場の高木さんが来ております、高木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日午前中のデータなんですけど、グラムと大きさちょっと教えていただけますか。大きさなんですけども、長さでいうと、はい、平均で16から17センチ、はいはい、まあ、一番大きいもので 19.3 センチです、はい、で重さでいうと、はい、まあ、平均40から50グラム、一番大きいもので76グラム。結構解禁前にしてはいいんじゃないですか。大きさ的にはかなり大きいですね。あと10日あるので、はい、まあ、解禁には20センチを超えるものが 出ますよね。会長、それと今日は10人ぐらいで試し釣りやってるんですね。だいたい約10人、そうですね、8、9名、だいたい平均10匹以上は釣れてる、はいはいはい、1時間半ちょっとですよね。はい、1時間ちょっとで、はい、だいぶ解禁楽しみだと思うんですけど、はい、どうですか。おそらくもう少し水が増えてくれればもうちょいいんじゃないかなと思って思うんだけども、あと何センチぐらい。20センチは欲しいな、やっぱり。まあちょっとね、今渇水になってきてしまってるんで、はい、まあ、まあこれ以上水は下がるってことはないと思う、はいはい、田んぼの水を引かれても何でもおそらく大事だと思 う。今の段階では、はいはいはい、だからどっちかといえばもう少し水が出てくれれば、うん、魚が散っていいんじゃないかなっていう。七色子さんとそれから油びれ切った魚がいましたね、はい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 、これはどこの油びれ切ったもの、どこの中川さんですか。 F1、 今年初めての F1、 はい、魚です。結構釣れましたね。はいはいはい、こっちの方が大きかったんじゃないですか。そうですね、はい、初育はいいと思います、うん、はい、思った以上に初育はいい。そうですか、はい、水産試験場の高木さんにも一度聞きたいんですけど、はい、養殖した鮎を放流してるわけですよね、はい、これは何グラムぐらいのものを放流したんですか。これについては、中川の F1 については 4.8 グラムです、はい、平均、はい、で七色については、まあ、約 3.5 グラムぐらいですね、はいはいはい、でも実際に大きかったのはF1 トゥンですか。そうです、中川系の方が大きくて早くて放流されてるんで。ああ、なるほどね、はい、でもあれですよね、対抗も結構ありましたね。そうですね、はい、これは解禁まだ10日ありますよね、はい、楽しみだと思うんですけど、はい、全国からまあ皆さん来ると思うんですけど、この入魚券というのはいくらなんですか。日釣り券は2500円です。2500円、はい、年券は一般の人が、まあ、1万2000円です。1万2000円ね、はいはい、まあ、当然おとりを買った時に、はい、入魚券ないし、はい、年券を買って入魚してもらいたいと思います、はい、それとこの川すごく綺麗なんでね、はい、ゴミですね、はい、ゴミを必ず持ってきたものは必ず持って帰るということをしていただきたいんですけど、うん、組合としてもそういう管理はしてるんですか。まあ、一応ゴミ拾いとかああいうのも全部やってますけども、はい、一応、マナーとして、釣り人のマナーとして、まあ、持ち帰りにはお願いしたい。当然ですよね、それはね、はい、釣り人としてのマナーですからね、はいはいはい、解禁までまだ10日ありますんでね、はい、この放送日と同時に解禁になりますので、はい、ぜひね、はい、関東、はい、もしくは全国の皆さんが来ていただけるといいと思います、はいはい、今日はいろいろ
ありがとうございました。いえいえ、はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、黒川なんですけど、はい、この間の試し釣りで結構いい釣果が出ました。3種類の鮎を放流したんですね。はい、水産試験場のものと七色子さんとあと中川さん、はい、でそれを放流したんですけど、いろいろ釣って魚を分かるようにして放流したもんですから、その釣果が分かったんですね。この3種類っていうのは見ればもう分かるんですか？ここが、あ、この魚がどこのだっていうのが。はい、脂びれ、背びれの下にある脂びれをハサミで切って放流したんで、はい、それも釣れたんで、うん、その魚がやっぱり一番大きく育ってましたね。あ、じゃあ水産試験場のが一番大きく育ってたってこと？そうですね、はい、そうなんだ、うんうんうん、はい、まあ鮎もいろいろね、古産ですとか海産ですとか、いろいろあるんで、はい、そのやっぱり、まあ、一番鮎がいいのはやっぱり古産というか湖で育ったやつ、うん、例えば琵琶湖なんかで、育ったやつは琵琶湖に面してる河川にどんどん遡上するんですけど、その鮎っていうのはすごく追いがいいんですよね。なるほどね、うん、魚の追い干しっていうのは黄色くなんですよ、すごく、はいはい、鮮明に、そう、三日月みたいなやつね、うんうん、はいはい、それが末期っきのやつはやっぱり古産なんですよね。うん、でやっぱりね、縄張りを持つとすごくその追い干しも黄色くなるんですよ。面白いですよね、その縄張りを持つと濃くなるっていうのが面白いなんか現象ですよね。うん、そうですね。でね、放流したてっていうのはやっぱり縄張り持たないで群れでこう泳いでるんですよね。まあもちろん石の苔は食べるんですけど、まあ大体その鮎の生育っていうのはすごく早いんですよね。あ、そうなんですね。うん、他の魚に比べてね、ほら一年魚じゃないですか。あ、そっかそっか、うん、うん、秋にはもう卵産んで海に落ちちゃうような状況なんですけど、うん、結構天然遡上がある川っていうのは結構秋まで釣れるんですね。天然遡上があるところは結構遅くまで釣れる。はい、そうですそうです。あ、そうですね。例えば海に面してない川ですと天然遡上ないじゃないですか。ああ、そっか、うん、うん、そうするとやっぱり放流したものを釣り切っちゃうと言うんですね。ああ、そういうことね。うん、うん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 、大体ね、8月ぐらいまで遡上するみたいですよ、海に面してる川は。だからもう何ていうんですか、8月でも小さい10センチ足らずの鮎も天然遡上の川はいっぱいいますけどね。まあね、鮎釣りっていうのはやっぱりすごく繊細な釣りで、見たらびっくりしますけど、糸もねすごく細いんですよ。あ、そうなの。なんかあんまり細い糸って見たことないかも、海ばっかり行ってるからか。あ、そうですよね、うんうん、多分見たらびっくりすると思いますよ、細いんで。そうなの。それをね、なんていうんですか、細い糸で、細い糸を使うってことはその水の抵抗が少ないんで、少ないじゃないですか。ああ、確かに、うんうん、そう、太い糸だと水の抵抗が強いんで、うん、やっぱり鮎の泳ぎが違うんですね、おとりにした鮎が、うんうん、ああそうだいうことか、うんうん、だからそのために細い糸を使うんですけど、より自然に近い水の抵抗で泳いでる感じ。ああ、そうそうってことだね。そう、うん、そう、自然の形で鮎を泳がせるのが一番いいんですよね。うん、なるほどなるほど。そうですそうです、うん、そうすると喧嘩するわけですよ、うん、自分の縄張りに入ってきた鮎を、はい、それで針にかかるわけですけどね。うんうんうん、深いね。いや、すごく深いですし難しいんですよね、うん、難しい。それは今聞いただけでもそう思う、うん、でもこれをやって
例えば初めての人が10匹釣ったらもうハマっちゃうぐらいの釣りですよ。じゃあ今度の大会で多分初めてエントリーとか初めてね挑戦する人もいると思うけどね、そのそうですね、うん、プロの人との差がどれぐらいつくかっていうのもちょっと見ものですね。いやいやいや、かなり出ますよそれは。そうなんだ。そう、なんかそんな報告も楽しみです。うん、今度あれですよね、あのミオさんも大会に出るって言ってましたよね。あ、そうなんですよ、ラジオ川越のね、あのパーソナリティのミオさんも出るって言ってたので、うん、さあ、はい、あでもミオさんはアユは初めてなんじゃないかな確かね。うん、そうなんです、そうなんですよね。おお、じゃあどれぐらい釣れるかそれも楽しみですね。うん、まああのちょっと僕は、うん、ちょっと指導できないんですけど、うんうん、一期一会の会員の方が指導してくれると思います。あ、そうなんですね。はいはい、じゃあちょっと頑張ってやってもらって、ミオさんの結果報告もまた ね、 ね、お伝えできるといいですね。うん、またあの、はい、ミオさんもね、あの取材するんじゃないですか。あ、そうですね、うん、仕事にもいっぱい取材してきてください。そんな時間ないかなそうですね、うん、まあ取材はします、もちろん行く以上は。はい、はい、お願いします。はい、楽しみにしてます。はい、はい、ではここで2曲目を入れたいと思います。トト、アフリカ。じゃあそういうことで今日はねちょっともうお時間になってしまったので、うん、はい、次回は、第3週の日曜日ですね。はい、まあ、あの第3週ですとかなりアユも、ね、育ってるんで、お、うん、あのいろいろなお話できると思います。そうですね、楽しみにしてもらいたいと思います。はい、はいはい、ではもう大会次ですね行かれると思うので頑張ってきてください。はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。